大変なご覧にお待たせいたしました。キングトナオショいただいてるんですよね。で抽選に外れてしまいましてね、
あの夏に6月になってしまいましてね、エアコン代がかかるっていうね、もうちょっと涼しいエアコン代のかからん時にやりたかったなっていうね、感じでございますけれども、はい、先ほど今日はですね、園田雅弘先輩にゲスト出演をしていただきまして、ずいぶんなんかいじられておりましたけれども、私本当にプライベートででも本当に可愛がっていただいていましてね、公民館さんの方もフレンズさんの方も、園田雅弘さんの芦田川慕情をねレッスンさせていただきましたけれども、そのご本人がやっぱり登場するっていうのは皆さんも随分ね興奮されたんじゃないかと思いますけれども、いじくってくれましたよね本当に、そのいやもうね本当にバランプライベートで本当に仲良くしてくださってるんで、いつも飲んでもいじくってるんですよ私をね、はい、もうちょっと年が若いと思ってね、もう本当にもう好き放題言われておりますけれども、本当にいい先輩です、可愛がってもらっています。なんじゃったっけ、会の名前なんじゃなんじゃったか忘れたけれどもね、忘れたかいなんてことはい、歌仲間の会で でもですね可愛がっていただいておりますけれども、今後とも、園田先輩はじめ園田先輩のおかげで今回いろいろ出場してくださった方がたくさん増えました。本当におかげさまでございます。園田先輩、に一緒に何言ってるの何言おうと思ったらちょっと忘れてしまう、ごめんなさい。木本奈緒もね、可愛がっていただけたらと思います。ただちょっと左腕が震えてきたので何を言おうかわからなくなってきたありがとうはい、何言おうと思ったかもうおばあさんじゃないの大変でございまして、まあ出てこないということは大したことではないんだということで、まずはですね私のオリジナル曲100万本バラの街福山を聴いていただきました。